私たちは秋田のスポーツを応援しています。頑張れ秋田。日本バドミントンリーグの最高峰 SJ リーグで活躍する北都銀行バドミントン部、年間多くの試合に挑む選手たちが取り組むバドミントン教室について曽根夏樹選手にお話を聞きました。どんな思いでこう生徒さんと触れ合ってますか？そうですね、でもやっぱ日頃やっぱたくさんの方に応援していただいているので、少しでもやっぱ皆さんに恩返しできればっていう気持ちでやらせていただいてます。ちょっと山形でも開催されてるじゃないですか、はい、やっぱ地元は青森ですから、はい、青森にも行きたいみたいな。ぜひ機会があれば行かせてもらいたいです。部長お願いします。部長お願いします。すごい動くじゃないですか、はい、めちゃくちゃ疲れますよね。そうですね。やっぱ食べますか？あ、すごい食べます。あ、やっぱすごい食べますか？すごい食べます。どうです、秋田に来てこれハマったなみたいな食べ物なんかあります？一番はやっぱ裏巻き。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 行った先でいろんな方と触れ合うと思うんですけど、曽根選手が感じた面白いエピソード、もしくは感動したなこれっていうエピソードなんかありますか？まあ、でもまだ2年目なんですけど、その1年目にその支援学校行かせてもらった時に、はい、やっぱ1年越しにまた、まあ、前回いた子がすごい上手になってたりしてて、そうするとすごい嬉しく思うので、その子供たちはすごい毎回楽しそうにシャトルをこう追いかけて、うん、そういう姿を見てると改めてやっぱバドミントンの楽しさっていうのをすごい子どもたちから逆にこう教えてもらう部分がすごい多くあります。おー、この活動は北都銀行バドミントン部というチームにどんな影響をくれてますか？やっぱりその教室だったりとかでやっぱ応援してますっていう風にすごい皆さん言ってくださってて、はい、試合とかにこう向かうにあたって秋田の人たちがすごいついてるぞっていう力になっていただいてます。おさあ、いろんな方々から多くの力をいただいている北都銀行バドミントン部を代表して曽根選手にお伺いさせていただきます。スポーツの力とは？地域の方々とのつながりです。ありがとうございました。ありがとうございました。スポーツの力。